さあじゃあ行きますか。なんかボスやばいやつ出てくんな。顔が怖いんだけど。よし行くぞ。魔教古墳ピラフビーク、ようやく中に入れるね。ああ白雪姫怖いな顔。おパワーアップ。ピラフビークの構造ならあのドラゴンは奥に行ったはずだ。あのドラゴンっていうかブタコね。ブタコ待ってろよ。さあじゃあ行きますか。なんかビンさんとなんか仲間みたいな感じになってるけど、あくまで悪いやつだからね。おーやべ、やば、敵強くなってる。今のちょっと避けられそうにないな。死神さん接近中。何、死神さん来てる。死神さん接近中って書いてあるよ。到着まで60秒。あー鍵がかかってる。あれ死神さんいなくなったのかな。あと60秒って書いてあったけど。お謎の扉。やったー宝箱だ。死神接近中っていうの一体何だったんだろうね。あれこれでもう次のフロア行けちゃうから、よし次のフロア行こう。前回のボス戦相当苦戦したからな。今回大丈夫かな。あなんだ、あーカチコチ。よいしょよっしゃ、あぶねえ。よし、オッケー、次行くか。あ、スイッチあるね、今回も。何個押していくんだろう。スイッチあと1個だ。どこにあるんだろう。あ、地形忘れるのきついな。おー、あったー。これ最後のやつだ。で、扉が開いた。そうだな。うん。なるほど。この奥にいるんだ。ちょっと待って。なんかやばいことになってない？これブタコなの。面影全然ないじゃん。しかも襲ってきてるし。うおーマジか、やばい今の。うわ炎入ってるよ。ちゃんとダメージ入ってるね。よっしゃオッケー。ちょっと武器変えよう。こっちの方がいいや。やっぱほらー、うわーかわされた。後ろもらった。うえマジでピノキオ気絶してる。助けに行こう。いやー ちょっと近くだね。でもカムバック、よいしょー。あー危なかった今。くれ、よっしゃ入った。なかなか入らないんだけどな普段は。よっしゃやっつけたー。ブタコ、ドラゴンハートを吐き出すんだ。これ以上戦いたくない。俺たち友達だろ。ブタコの武も感じさせないな。凶悪ブタコ。くそ。やはり吐き出さないか。完全なる邪悪竜となってしまう前に何とかしなければ。あ、まだ変化すんだね。ブタコ、俺だよ。目を覚ますんだ。
無理だ、今のあいつにはお前の声は聞こえていない。助けを呼ぶ？はあ、助けをって誰に？はあ、そうか、こういう時は。セクシー、お願い事もまだ残ってたっけ。なんでジニーズなんだよ。なんとかしてくれんのかな、この3人。はい、久しぶりじゃないの。最近冷たいから寂しかったわ。かわいい、こっちのイケメン誰よ、紹介しなさいよ。元気してた、久しぶり。相変わらず素直でいいわね。ちょっとそんなことより見て、豚子が大きくなってる。よく豚子ってわかったな、これ見て。この毛玉の、やだ、ビンビンに生きびたってるじゃない、うん、豚子がドラゴンハットってクリスタルを飲み込んじゃって、元に戻したいんだ。ジニーズ何か方法はない？あら、あらやだ、チャップってばすごく真剣。もう私そういう目嫌いじゃないわ。行くわよ。いいわ、今回は特別よ、うん、セクシー。特別とかあるんだ。3回までしか願い聞いてくんないはずだったのに。ああ、出たね。メローラ姫もジニーズに解決してもらった方が良かったんじゃないか。ブタコ大丈夫？あれ出したらちっちゃくなっちゃった。何よ、何がちっちゃくなったの？この毛玉の、もう何想像してんのよ、この毛玉の。いやだ、照れちゃうわ。俺は今度チャップがデートしてくれればいいわ。そんなんでいいんだ。はい、抜け駆けはなしよ。行くわよ。じゃあ私たちは帰るわね。また会いましょう。セクシー。何なんだこいつら。よし、あとはドラゴンハートを回収すれば。はい、随分と面白いことになってますね。ビネガーも来た。どこからだ。怒ったぞ。それよりいいんですか。ダンジョンの奥でこんなに暴れたりして、ダンジョンのボスがお目覚めです。あ、そっか、ボスまだいたんだ。何今の声。お前たち構えろ、何かが来るぞ。うわー、見た目きつい。デュラハン、いや、これちょっと足速そうだな。ちょっと待てよ、後ろ取った。うわー、かわされた。やばすぎないね。シルフィやられたよ、もう一撃で。こっち向くだよ、こっち向くだ。よっしゃ、復活、オッケー。やべえ、暴走してる。うお、マジかよ。射程長すぎる。これはまたクリアに1時間かかるパターンかな、これ。ちょっと味方まずいから、ちょっと回復して。 OK、 よし、ちょっとあんま時間ないな、これは。おら、やべ、ガラキ、あぶない。ちょっとかわして、おれ、なんかやってる。ちょっと待って、逃げられない。うわ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 。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、きついなこれ。柱を利用して防御しろって。柱どうすんだこれ。うわうわうわ、マジかよ。助けて。今多分チャンスなんで、今敵多分ピヨってんだよね、きっと。うわー、こんなチャンスなのに。うわ、ちょっとマジかよこれ、きついな。おい、よし、助けて。うわっと、攻撃範囲長すぎるな。シルフィー助けて。ちょ、回復アイテム使っちゃった。うわうわうわ、おら、よし、とりあえず半分にしたぞ、この野郎。おらー、
あ、もう使えなくなっちゃった。よし、武器変えて、おりゃおらおら、弓矢じゃちょっとあれかな、弱すぎるかな。うっと、やべやべ、あいつ怒ってるぞ。やべ、こっち来る。ちょっと武器変えて、変えることできない。あともうちょいだ。あ、でも弓は結構使えるかもしれない。遠くから攻撃できるもんね。あ、でもちょっとダメージ弱すぎるか。武器変えたいんだけどな。うわー、おーしった、よくやっつけることできた。これやばかった。もうダメかと思ったわ。さあ、こっから出るか。ご苦労様でした。あ、取られちゃった。ドラゴンハートはこの通りいただいていきますよ。なんだと、いつの間に。そうですね、あなたたちがデュラハンと戦っている間にね、ビンさんとちゃん、あなたはもう用済みです。ちょっと今のムカつくな。あ、完全にやられたな。そうだ、説明しろ、ビンさんと。それはもう退屈。あ、でも結局メローラ姫助けることできたね。ビンちゃんチョイスのドラマ全然面白くなかったし、ほんとセンスないよね。すみません、メローラ姫無事だったんですか。あ、チャップ、ミララも来てたんだ。とりあえずお家帰りたい。あー、よかったね、無事で。でもビン太郎ちゃん、ちゃんと説明してもらうからな。ハンドルネームで呼ぶな。ただいま。もう退屈で死にそうだった。別の意味で死にそうだったんだね。ビンちゃんってば、これ完全に貸しだからね。どういうこと、さらってたんじゃなかったの。ああ、俺はビネガーの手下のふりをして奴の目的を調べていた。そして目的であるドラゴンハートを奴より先に手に入れるため、姫に協力をお願いしていたのだ。そうだったんだ。ミネガーに気づかれたら対策をされてしまうからな。できるだけこっそりと動くつもりだったのだ。そもそもドラゴンハートって一体何なの。かつて世界を脅かした魔王竜スカードン、そのスカードンを復活させるために必要なものだと言われている。復活させるって、そんなことしたら、くそ、この世界はおしまいだ。俺ならできる。絶対させない。俺が止めてみせる。今すぐビネガーを止める。そうよ、どうやって止めるつもりなの。だってビネガーがいるのってキングオイスターシティでしょ。ごわす、あの町には魔障壁があって簡単には行けないでごわす。そうじゃね。あ、いよいよなんかでもラストに近づいてきた感じがすんね。魔障壁を抜けるには大陸横断鉄道に乗るしかないぞい。しかも鉄道の乗車券は2000万ギラン。今1万ギランしか持ってないよ。そんなお金持ってないわよ。絶対にできる。でも止める。絶対止める。無理でも止める。王様に出してもらおうよそれ。そうじゃ、報酬を渡さんとな。ほれ、大陸横断鉄道の特別乗車券じゃ。え、それってもしかしてキングオイスターシティに行けるじゃろう。2000万ギラ、高くね。
一人2000万キラーでしょ。1,2,3,4,5,6 ブタコも人だと考えれば7人でしょ。 1,2,3,4,5,6,7 14万か。売ってはいかんぞ。売りたいな。でも2000万ギラーもうジャラとかはもう最強のやつ買えるじゃん。これでビネガーの元へ行ける。では頼んだぞ。今やってるのは5章だから、じゃあ6章か7章でもうラストってことはな、まあ、次がラストってことはないだろさすがに。ああ、いや、でもまだプレイ時間5時間とかだからな。普通はプレイ時間20時間か25時間ぐらいで、まあ全クリっていう感じですよね。まだ終わり早いな。うん。はい、ということで、今回はここでね、キリがいいのでおしまいにしたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、お願いいたします。